日本共産党の田村智子ですこの法案は、首長の判断で対抗に教育内容に関することも書き込める、教育委員会のトップとなる教育長も、首長が任命するなど、教育への政治介入の懸念が払拭されません。政府は、教育行政の首長の意向の反映を、民意の反映と説明をしますが、それは多様な民意の反映を保障するものではありません。むしろ 住民代表である教育委員会の権限を弱めることなどから首長による政治介入国による教育統制に道を開くことになるのではありませんか大臣お願いします文科大臣全くそういうことではありません田村東君そう簡単にお答えになったんですけれどそれでは少し具体的に、えー、現実にですね私が述べたような懸念を広げる事態が この法案審議のさなかに起きているということを指摘したいと思います。文部科学省作成の道徳教材、私たちの道徳、これをめぐる問題についてお聞きをいたします。この教材は、心のノートを抜本的に改定をしたもので、今年度から無料で全国の学校に配布されています。文科省が、教材である私たちの道徳を作り、学校に配布する。 その法的な根拠は何か簡潔にお示しください前川局長地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十八条におきまして文部科学大臣は地方公共団体に対し教育に関する事務の適正な処理を図るため必要な指導助言援助を行うことができるとされております私たちの道徳の作成配布については この法律に基づく各地方公共団体への指導、助言、援助の一環として行っているものでございます。田村君。私もですね、説明を受けまして、法的には都道府県や市町村に対する指導、助言、援助であると。 ほ他にもですね、えー、例示としていくつかあの示されていまして、あの手引き書を作成し、利用に供することと、教育および教育要請に関する資料、または手引き書を作成しと、これにも基づいてるんだっていうあの説明も受けたんです、それが全国の小中学校に総数で約一千七十七万冊え、全児童・生徒数は約一千万人強ですから、まさに全児童・生徒数に匹敵する冊数が、 配られていいるととうことになりますでは、その資料を教員は教材として使わなければならないという法的な義務があるのかどうかお答えください。前川局長私たちの道徳は、教科書ではなく、道徳教育の充実を図るための教材でございます。したがって、法令上、教科書のように学校に使用義務が課されているものではございません。田村智子君文科省が 使用を義務付けるこことととはできなないということになりますもう一点確認をします。週一回程度の授業の教材などはですね、通常学校に置いていて、必要な時に持ち帰らせるということはよくあることだと思います。同じように私たちの道徳を教室に置くのか、家に持って帰らせるのかなどの使い方についても、こうしなければならないという義務は、 教員や学校にはないというふうに考えますが、局長、いかがですか。内閣局長。文部科学省として、各学校に対し、私たちの道徳の使用方法について、具体的に義務付けを行っているという事実はございません。一方で、私たちの道徳につきましては、学校の教育活動全体はもちろん、家庭や地域でも活用されるようにと。 の趣旨で作成、配布したものでございまして、文部科学省としてはこの趣旨を踏まえて、私たちの道徳が効果的に使われることを期待しております田村君。はいえ、文科省としての趣旨はあり、期待はしたとしても、法的に使用方法について、文科省が義務づけることはできないということも確認をしました、えー。使用義務はないし、使用する場合も持ち帰らせるなどの使用方法についての義務はないと。これは教員の裁量 教育の自主性に関わる教育行政の基本的なルールです。基本のルールです。1976年の最高裁学力テスト判決でも、憲法解釈として、大学教員だけでなく、小中高校の教員についても、一定の範囲としながら、教授の自由というのを認めています。教育の本質的要請から、教員の 教授の自由について述べている、この判決文の該当部分、局局長長。読み上げていいいたただきたいと思います川局長、えー。学問の自由を保障した憲法二十三条により、学校において現実に子どもの教育の任に当たる教師は、教授の自由を有し、公権力による支配、介入を受けないで自由に子どもの教,教育内容を決定することができるとする見解も採用することができない。 確かに憲法の保障する学問の自由は単に学問研究の自由ばかりでなくその結果を享受する自由をも含むと返されるしさらにまた、もっぱら自由な学問的探求と勉学を旨とする大学教育に比してむしろ知識の伝達と能力の開発を主とする普通教育の場においてもえ例えば教師が公権力によって特定の意見のみを享受することを強制されないという意味において また子どもの教育が教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じその個性に応じて行われなければならないという本質的要請に照らし教授の具体的内容及び方法につきある程度自由な裁量が認められなければならないという意味においては一定の範囲における教授の自由が保障される,さされるべきことを肯定できないではない。 しかし、大学教育の場合には学生が一応教授内容を批判する能力を備えていると考えられるのに対し、普通教育においては児童・生徒にこのような能力がなく、教師が児童・生徒に対して強い影響力、支配力を有することを考え、また普通教育においては子どもの側に学校や教師を選択する余地が乏しく、教育の機会均等を 図る上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること等に思いをいたすときは普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることは到底許されないところと言わなければならないもとより教師間における討議や親を含む第三者からの批判によって教授の自由にも自のずか抑制が加わることは確かでありこれに期待すべきところも少なくないけれどもそれによって右の自由の乱用等による弊害が効果的に防止されるという保障はなく憲法がもっぱら右のような 社会的事実作用による抑制のみをに期待していると解すべき合理的根拠は全く損しないのであると。<中>あ大変長く読んでいただいたんですけど、要約しますとね、これ、完全な自由を認めてるということではない、それは当然です、私たちもそう思います。大学の教授のように、あの自分の研究でどんどん教えていいということではない、えーもあの、年齢や発達にふさわしい教育内容などを国が法律などで示す。しかしかそのの範囲の中で 具体的な内容や方法についての裁量を認めるという中身になっているわけです。一定の範囲における教授の自由が保障されるべきことを肯定できないではない、肯定できるという意味です。で国が作成した資料を教材として使用するかどうか、家に持ち帰らせるかどうかは、まさに教員の裁量に属することであって、国は強制をできません。これは憲法上の原則です。 えー、ここから大臣にお聞きをしたいんですね、ところが驚いたことに、この私たちの道徳は教材として使用し、家にも持ち帰るようにするのが義務と言わんばかりの動きが起きています、えー、下村大臣がご自身のフェイスブックに5月12日、次のように書き込みました、調査のお願い、4月より小中学校において道徳の時間、新しい教材として、私たちの道徳という、これまでにない充実したものを作成し、配布しています。 ところが、児童生徒に他の教科書のように家に持ち帰らせず、学校に置きっぱなしにさせている学校があることが判明しました。ぜひ、保護者にも読んでいただきたいと考えています。子供たちがきちんと家に持ち帰っているか、調べていただきたいとお願いします。そうでないところは、文科省として指導したいと思います。これは、文部科学大臣の職務として、 調査のお願いいをされているんでしょうか誰に対して調べていただきたいと依頼をしたのですか文科大臣まあ私は当然のことだというふうに思っていますで4月以降いくつかの学校現場を訪問した際に私たちの道徳のことを知らない、まあ、児童生徒がいたり学校に持ち帰らせないよう指導している学校があったりするなど、まあ、必ずしも適切に配布されていない状況が 見受けられました、まあ、適切でない状況というのは、つまり先ほどあの田村委員がおっしゃってましたが、あ国がですねあの都道府県と教育委員会に対して、今回、私たちの道徳というのをお教材として作りましたとで、どれぐらい必要ですかということを事前に教育委員会に対して問い合わせたところ、ご指摘のような数になったわけでございます。ですからそれを、まあ、事実上全ての生徒 に配布すするですね教育委員会からのそういう要望があったわけですから、それに合わせて作成、配布したものでありますし、さらに学校教育の活動全体はもちろん、家庭や地域でもぜひ活用されるようにお願いしたいという趣旨で作ったものでありますから、せっかくまあ10億以上かけてですね作ったものですから、その趣旨についてぜひ生かされる必要があるのではないかと、まあ、いうふうに思っておりまして、 これが十分に生かされていない状況は、まあ、極めて、えー、残念であるというふうに思っております実際にその事業道徳の事業の中ですねどう活用するかどうかということについて私が強制をするようなことを文言の中でも書いたわけではございませんご指摘のように去る5月の12日私自身のフェイスブック上で私たちの道徳について子どもたちがきちっと家に持ち帰っているか調べていただきたいと 投稿したわけでございますで学校が児童・生徒に配布していなかったり、あるいは家庭に持ち帰らされていないという、まあ、多くの具体的な報告が寄せられました、まあ、ご指摘のようにこれは教科書じゃありませんから、実際、道徳の時間に使うか使わないかはそれはそれぞれの,あの教育委員会の判断によるところがあるという,ふうに思いますから、それを強制しているわけではありません。しかしか私が 家に持ち帰って親にも保護者にも読んでいただきたいと、まあ、いうことについてはこれはせっかく貴重な国民の税金を使って新しく教材を作ったわけでありますから、まあ、ぜひ活用していただきたいと思っておりますで今回、このソーシャルネットワーク、まあ、フェイスブックの特徴を生かしてです、ね、多くの国民の皆様方からご意見をいただいたというのは極めて有意義なことだと考えております。つまり相当の部分が あの小中学生を持っている親がです、ね、見てない、あるいは家に持ち帰ってないと、まあ、いうようなあの実態が分かりましたので、改めて文部科学省として、えー、各教育委員会に対して、ぜひこの私たちの道徳については、家庭や地域においても活用していただきたいということで、ぜひ子どもたちに持ち帰らせていただきたいと、まあ、いうことをお願いをしたところであります。 で道徳教育の一層の充実が図られるという点から、まあ、さらにあの取り組みを進めてまいりたいいと思います。田村君。局長の答弁を聞いていたのかなと、ちょっと大変疑問に思いましたね、教材をどのように扱うかは、文科省は義務づけることなんかできないんですよ、それじゃあ大臣ですね、これは持ち帰らせるっていうことを大臣としては義務づけるってことなんですか、どうですか。文科大臣。 いや義務づけているわけではありませんが、先ほどしかし局長の答弁にもあったと思いますが、私たちの道徳については、学校の教育活動全体はもちろん、家庭や地域でも活用されるようにとの趣旨で作成・配布したものであり、文部科学省としてはこの趣旨を踏まえて、私たちの道徳が効果的に使用されることを期待していると、まあ、局長も答弁しているとおりでありまして。 効果的に期待さ活用す、ぜひしていただきたいということを期待しているわけであります田村田和君文科省の意図がどうであれ、これ、どうやって使うかっていうのは、学校の裁量、教員の裁量なんですよ、そのことをずっと確認したわけですよ、憲法の原則からも。でね、文科大臣が、文科省として指導したいからと、不特定多数に調査を呼びかけ、持ち帰らせていない学校名や自治体名を報告させる。 これじゃまるで監視社会ですよ。そうでしょ、そのことおかしいと思わないことに、私な政治界に起きるんじゃないかって疑念がね、これ生じますよ、当然。しかもね、私ね、重大だと思うのは、フェイスブックの文面を読んでると、誤った情報を不特定多数に発信して、調査を呼びかけているというふうに取れるわけですよ。児童、生徒に他の教科書のように持ち帰らせず、教科書と同じように扱うのかと。 学校に置きっぱなしにさせている学校があることが判明いたしましたですよ。文科大臣がこう書けば、私たちの道徳を家に持ち帰らせる義務がある、学校に置きっぱなしにしている教員は問題だ、けしからんと、こういう誤った理解を与えることになるんだと思いますが、大臣、いかがですか。大臣。これはは持ち帰ってて、いいいただいてぜひあの家庭でであるいは地域で活用していいいたただきたいという、まあ、趣旨で、 これは作成、配布したものでありますから、ぜひそのようにしていただきたいと思います、ただそれをし,しなかったからといって、それでペナルティを課すということではありません、あくまでもお願いベースであります、ちなみに、えー、この私たちの道徳については、まあ、ぜひですねあの、市販をすることも考えて、つまり子どもたちを持っていないあの一般社会の方々にもです、ねまあ、ぜひあの学校でこういう教材ができたということについて、 読んでいただければというふうに思っております。田村君。これ、ね、そうでないところは指導したいなんて書いたら、これ、問題だというふうに扱っているのと同じなんですよ、事実上の義務づけを学校に課しているのと同じだというふうにしか受け取れないわけです、ただ、義務づけるものではないというふうにおっしゃいました、あのお願いのレベルだと、書いている文章、お願いのレベルははるかに超えている、踏み込んでいる、そのことは指摘しなければなりません。でね、問題はそのフェイスブックに書き込まれたコメント。 これ読みますと、義務付けだと思い込んでいるものが多々あるんですよ。だから問題なんですよ。例えば、とんでもない学校ですねと。違法違憲な教諭は懲戒してもらわないと。違法違憲ですよ。そういう不届きな学校があれば直接ご報告します。そういった意識の学校は、先生の入れ替えを検討していただきたい。こんなことしている教師に、教育者としての資格はなし。 こういういいいコメントが延々続いている。これでも誤解を与えたと思いませんか。島田大臣。まあ私がそれを書いたら、ですね、それは大臣としていかがなものかということになると思いますが、一般の国民がそれぞれコメントを寄せたことに対して、ですね、それがけしからんとこどうだとかいうことは、それぞれの国民のそれぞれの判断ですから。 それは、それはまあ、田村先生はそういうふうに判断されたのかもしれませんが、だからといって、私がそのとおりにするわけでは全くないわけであります山田君あなたが義務づけであるように書いたから、こういうコメントが寄せられる、あなたが誤解を広げた、私だったら違法意見なんてコメントが来たらですよ、それは違いますよって書きますよ、当然。だって大臣だもの、法律預かってるんですもの、そのまま放置されて、不特定多数が今もこうしたコメントが見られる状態になってるんです。 誤解を広げ続けているんですよ。だから重大だって言って、私、取り上げているんです。で、私たちの道徳をね、使っていない、持ち帰らせていない、そういう教員は、道徳教育に真剣に取り組んでいないと、決めつけられるようなコメントなんですよ。大臣もそう決めつけてるのかなというふうに思ってしまうんですけど、私、それはね、大きな間違いだと思うんですね、今日ここまで道徳の教科書を持ってきました、重たいものを。私も道徳教育、とても大切だと思うから、 持ってきました。であのここね、中学の道徳、この教科書を作ったあの出版社は、ですね、えー、私たちの道徳、文科省はこれ、中学3年間、1冊なんですよねここの、ここの教科の出版社はですね、1年、2年、3年用って、こうやって作ってるんです、これ、小学校、中学校、これだけになるんですね、1年生から中学3年生まで。中身も相当に工夫されて、私もですね、 こういう教材で授業をやったら面白いだろうなと、ぜひそういう授業は見てみたいなと思えるような素晴らしいものがあるわけですよ。とても大切なことだと思います。で、あるいはですね、埼玉は県の教育委員会として作っておられます。で、中身を読みますと、例えばあのクラス代表委員になった子ども、あのなった女の子を、うざいっていうふうにこうクラスが雰囲気を作っちゃう。こういうことをどう考えるかっていう中身とかね。 携帯電話をあのメールの返事が返ってこないと、その友達をみんなでハブにしようかっていうのをどうしようかっていうような中身があったりとか、あるいは不登校の体験をもとに自立を考えるなど、本当にあの学校の中で、えー、先生方が直面している問題を本当吸い上げてですね、教育委員会が工夫して工夫して作られたんだなってことがよくわかります。で、その埼玉のある先生はこう言ってました。国の教材も読んだが、 子どもたちの置かれている現状から出発することにより重点を置いている県の教材の方がやはり使いやすい。これまでも県の教材を使って道徳に頑張って取り組んできたのに、国から配布されたものを使っていない、持ち帰らせていないのは問題だという。味方であるはずの教育行政のトップがなんでこんなことをするのか理解に苦しむと。 こういうい声、私、何人かの先生から聞いてるんです、大臣、いかがですか。下村大臣。私はその先生の方が理解に苦しむと思います、あの、田村委員がですね、道徳に対してプラス評価をしていただいたというのは大変ありがたいことでありますが、私がその視察に行った時ですね、そ,のそこの自治体も3つの道徳における教材が置いてありました。 それは今回、あの国が配布した私たちの道徳だけでなく、ちなみに申し上げばそれは都内でしたけど、東京都が教育委員会が作成したもの、それからそこの自治体が作成したもの、つまり3種類置いたますそれはそのまま置きっぱなしなんです、それだけ、私はその確かにです、ね、あの埼玉県のもそうですし、他の自治体も相当立派な副読本、まあ、副教材を作っていると思いますよ、でも全て学校に置きっぱなしではなくてです、ね、ぜひそういう教材こそ、 家にに持ち帰っっててもらって保護者の方々に読んでいいたただきたいですから私っていうのは私たちの道徳だけ持ち帰らせばいいということじゃなくてその県が作ったあるいはその自治体が作ったものもですね併せてぜひ持ち帰っていただいて読み比べていただければこれは子供だけでなくその大人にとってもですねあのなるほどなと思うことがあるのではないかと思いますし、まあ、できたらあの全ての教材を読んでいただければ大変ありがたいと思います。 田村君。あのね、お願いベースで、お願いベースでって言いますけど、お願いベースでずっと持ち帰れ、持ち帰れって言ってたら、それ、義務付けになっちゃうんですよ、それはやってはならないということを、もうずっと局長とのやり取りで確認してるんです、大臣、このやかか確認をね、しっかり踏まえてもらわなかったら困りますよね、それで果たして大臣の職務に当たれるのかというふうに思いますし、私ね、もう一つ思うのはね、大臣のフェイスブックのところにあふれているのは、 この私たちの道徳、文科省が作ったものを持ち帰らせていない学校はけしからん、教員はけしからん、どんなに頑張って授業の実践をやっている教員にも、そうやって誹謗中傷が投げかけられているんです、今も、延々とコメントが続いているんです。これ、その教員の立場に立ったら、大臣、どう思いますか傷つくんじゃないですか、道徳っていうのは、相手の立場に立ってものを考えるんですよ。 誹謗中傷ね、相手の立場に立ってものを考えようってことを教えるじゃないですか、えとかって、驚きますね、そんなとこでやじが飛んでくると、ね、そうやって誹謗中傷にさらされていると、道徳に熱心ではないと、レッテルを貼られていると、こういう事態をどう思いますか。下村文科大臣あの、田村先生ね、事実関係でちゃんとあの国会の場ですからね。 質問してない。いや、誰か特定の,その教育に対する教育、教師に対する誹謗中傷であふれたような文言というのは全くないと思いますよ。<う>なんとか学校とあったかもしれませんけれども、特定の教員に対する誹謗中傷ってはなかったと思います。ままあ、そもそもですね、これは、いはい、わかりました。<laughs> あの私のそのフェイスブックについてのコメントは、まあ、いろんなものがあるでしょうけど、 それを私が規制するという立場ではないというふうに思います田村君。誤った情報が流れていたら、それを正す義務は、情報を発信した側にはあるはずです。私たちの同一国の中学の番のところには、えー、情報社会に生きる一人として、絶対にしてはいけないことっていうページがあって、こう書かれています。インターネット上での誹謗や中傷 あるいはメールを介したいじめや嫌がらせが増えてきている、ソーシャルネットワークサービスを意図的に悪意あるコミュニケーションに利用する人もいる、こういうことを踏まえて、私たち議員というのは、ソーシャルネットワークサービスをこれ利用することが必要だと思うんですね。大臣があたかも持ち帰ることが義務であるかのような情報を発信し、持ち帰っていない学校や教員は、道徳の教育を全く軽んじていると。 思わせる情報が今、どんどん拡散してるんです、シェアします、シェアします、どこどこの学校も持ち帰らせていません、どこどこの学校も持ち帰らせていません、で、学校の,あの先生のね、個人の名前出てこないかもしれないけれども、そういうの読んでると、保護者と例えば教員、学校の信頼関係、これも傷つきますよね、持ち帰らなきゃいけないものを持ち帰らせていないんだ、うちの学校どうなってるんだろう、うちの先生どうなってるんだろう。 そうなりますよね、信頼に傷がつく。大臣が誹謗中傷するつもりがなかったとしても、あなたが発した情報によって、そういう情報が拡散している、これは事態の収集が必要だと思いますけど、いかがですか。島村大臣まあ、率直に言って、そういう発想そのものがですね、あの共有できません。私が申し上げているのは、 この私たちの道徳の趣旨というのは、これは最初に制作するとき、ね、各教育委員会に対して家に持ち帰って、ぜひ家庭や地域でも活用されるようなそういうい教材として作りましたとで、どれぐらいの部数が必要ですかということの中で、全ての教育委員会が必要部数について申し込みがあったので、それであの全国に配布したわけでございます。 当然、それだけの貴重な税金が活用されているわけですから、趣旨にのっとった活用については、お願いしたいというのは、これは当然のことでしょうか田村智子君。あの、そのじゃあ、なぜ全国のその全児童・生徒数に匹敵する数がこう配られることになったのか、このことも私もちろん、後で質問する予定でいましたので、そこに入りたいと思うんですが、その前に一言ね、やっぱりね、大臣、あまりに反省がないっていうふうに思うんですよね。局長とのとあのやり取りで あの明らかなように、教材の扱いについては、学校の裁量であり、教員の裁量である、大原則なんです、大原則なんです、それを踏み越えて持ち帰ることは当たり前じゃないですかというふうに大臣が言われる、こういうのを私は政治介入って言うんじゃないのかなと、あるいは国家による教育統制って言うんじゃないのかなと,というふうにこう言わざるを得ないわけですよね。 で義務でもないものを義務でもあるかのように、歪めた情報を流すで、教員の具体的な頑張りを見ることもなく、一方的に問題扱いをすると、で国が作った教材を自我自賛して、これを使うことが大事だという自らの価値観を頑固に押し付ける、こういう自らの行為を自制する、これは道徳教育の中で私は学ぶことじゃないのかなと。 いうふうふに思うわけですが、あ、一言あありまますか村大臣、まあ、一方的なあの思い込みの質問としか思えないですね、私は先ほどから申し上げていますが、これを学校でですね絶対使えということを一言も発したことはないわけですねで、先ほど申し上げたように、国も私たちの教材、私たちの道徳というのを教材で作りましたと、しかし先ほど申し上げたように、地方自治体でも作ってますと、立派な教材たくさんあります、都道府県の教育委員会が作ったものもあるし、 それから区市町村の教育委員会が作ったものもあると、とそれぞれいいものを使ってもらったらいいと思いますので、他の自治体なり教育委員会が作ったものを排除してです、ね、国がこのを作った私たちの道徳という教材が一番いいからこれを使えという指導をしたことは全くありませんし、それを義務化するつもりは全くありません、ただせっかく作った教材だから家にも持ち帰って親御さんにもぜひ読んでいただきたいと。これは他の 副読法についても、同様にぜひお願いし,したいぐらいです田村君大臣がお願いだと言っても、です、ね、事実上持ち帰りなさいと求め続けることになると、で私、今度、文科省にちょっとお聞きしたいんですよ、まあ義務付けではないってことを、ね、おっしゃったので、これはぜひ、あの私も発信したいと思います、義務付けではないと、大臣がどんなに持ち帰ったかどうかということ調査をかけたとしても、それは義務付けではないということは確認したいと思いますさらにに、えー、文科省にお聞きをします。 えー、大臣のね、このような行動に、私は文部科学省はブレーキかけてほしいんですよ、とこはそうじゃないんですね、フェイスブックへの書き込みの3日後には通知を出してるんですよ、資料として配ったので、ああの見ていただきたいと思うんですけれども、これ、課長の通知ですね、私たちの道徳の配布についてと、わざわざ河線が引かれてるんです、学校に据え置くのではなく、児童・生徒が家庭に持ち帰って、家庭や地域等でも活用できるよう、 対象児童、生徒一人一人に確実に配布してくださいますよと書いてあるわけですね、これ、義務付けじゃないって言いながら、じゃあ、これは持ち帰らせるってことを義務付ける方向に、文科省は舵を切ったってことですか前川局長。えーまあ、今回の通知は、あ地協業法第48条に基づきます、地方公共団体に対する指導助言援助の一環として行ったものでございます。 で今回のこの冊子につきましては、これはあの児童、生徒一人一人にいい、まあ、給付する、給与するものでございまして、まあ、給与した以後は、その児童、生徒の所有物になるわけでございますが、その児童、生徒一人一人が手元に置きいい、学校のみならず、家庭や地域でも活用してほしいという願いを込めて作成し、配布したものでございまして、各学校においては、冊子本来の狙いが効果的に達成されるよう、学校に留め置くのではなく、 児童・生徒に持ち帰らせた上で、家庭や地域でも活用していただきたいという趣旨で通知を行ったものでございます田村君あくまでお願いだと、それでは確認しますが、文科省は今後、所中局として、私たちの道徳を家庭に持ち帰らせているかなどを、その使い方を特化して調べる、そういうことはやらないですね前川初等中等教育局長、えー。具体的な活用の状況などについて調査を行うかどうかは、今後の状況を見極めつつ検討したいと思います。 田村智子君持ち帰ってるかどうかに特化した調査を行うってことはあるんですか前川局長。今後の状況を見極めつつ、検討したいと思います。田村君 これね、あの教材を使うかどうかは学校と教員の裁量であるとで、しかも先ほどの文書はお願いだと言ってるんですから、それにふさわしい扱いをしてもらわなきゃ困ります、私、何も道徳教育をどのように進めてるか、調査を行っちゃいけないなんて思いませんよ、だけど、その場合にも教材の使用、および使用方法に義務づけはない、このことはちゃんと周知をすべきだということを申し上げておきます。 そそもそも先ほどから問題になっている、なぜ全児童・生徒数に匹敵するものが配られたのかということについてお聞きします、えー、法的には都道府県または市町村に対する指導助言援助なんですよ、これは、指導助言援助にすぎないんですで、文科省は必要部数を調査したと言いますが、では全国の学校が教材として使いたいと言って、必要部数を上げてきたんでしょうか。前川局長。 私たちの道徳につきましては、事前に各都道府県、指定都市、教育委員会等に対して行いました、必要部数調査に基づきまして配布したところでございます。田村君。必要部数の調査っていうのは、それを求める通知が昨年の9月6日、初等中等局教育家庭科発の文書で出されています。その中にどう書かれているか、調査票について、各あの都道府県委員会が作る調査票ですね、その調査票について、 平成26年度在籍見込みの該当児童・生徒数に乖離した数にならないよう、必要な調整を行った上で作成することとあるわけですよ。結局ですね、全児童・生徒数の見込みの数字を書くようにと、あらかじめ求めたのではないんですかそれともちゃんと一校一校の学校から必要部数を受けたんですかどうですか。前川局長。 この9月6日の事務連絡におきましては、文部科学省におきまして、道徳教育の抜本的な充実を図るため、この心のノートを全面改訂し、平成26年度から使用できるよう、全国の小中学校に対し、無償で配布するということを伝えた上でですね。 ついては平成26年度使用分の新心のノ,ノート、この時点では名前が決まっておりませんでしたので、新心のノ,ノート、仮称の送付先および必要部数等を把握したいので、別紙に基づき、送付先および必要,部数を必要部数一覧を作成し、当課宛て送付くださるようお願いしますと、こうなっておりまして、まあ、必要であるかどうかということについての。 必要部数につ、に必要であるかどうかについて判断した上で、その必要部数を送ってほしいと、こういう依頼をしているところでございます田村君。これ、東京都教育委員会が国の通知を受けて、区市町村教育委員会等に当てて通知を出したわけです。でそこでも必要部数は、在籍見込みの児童・生徒数について作成しますというふうにされてるんです。 で、これを受けた市区町村の教育委員会、どうしたかと、私、いくつかのところに尋ねたところ、学校に必要冊数を確認していないと、児童・生徒の数を、大体この,あの人数をですね、ただそのまま書き込んで、報告を上げているというふうに答えているところがいくつもあるわけですよ。こういうのね、自作自演っていうんじゃないですかね。大臣は先ほど、全国の学校が必要として、だから全国に匹敵する10億円をかけて作りましたっていうふうにおっしゃいましたけど、 学校があらかじめこの内容を見て、これは素晴らしい、ぜひ使いたいと言って、必要部数を上げたんじゃないんですよ、多くのところで。そうじゃなくて、文科省から児童・生徒数を書いて、それと会議することのないように、数字書きなさいよって言われて、そういう数字かけてあげたと。これで全国に配られたんだから、で、文科省としては、持ち帰ってもらうってことを前提にしてるんだから、だから持ち帰りなさい、持ち帰ってない学校や教員は問題だという。 これは国のまさに教育の統制としか言いようがないですよねで、国の教材を自画自賛で学校現場に押し付けて、その上、その使い方まで監視をしてしまう、こんなことを許していればどうなるかと、国からの教材と称して、どんな内容のものでも教育現場に強要する道が開かれてしまう、憲法と法律でも守られている教員の裁量、実践を踏みにじるというようなことは、これ断じて許されないことだと言わなければなりません。 学校教育に、文部科学大臣先頭に、ですね、文科省が手を突っ込むような介入を、現にこうやってやっていながら、今回の法案で政治介入に道を開くんじゃないか、そんなことありません、一言お答えになるだけ、これではね、懸念は全く払拭されない、次回以降、法案の中身についてもさらに質問したいと思います。終わります。